お願いします。ひげをちょっといじってもいいのかもしれないですけど、これぐらいの感じ で、うん、で、はい、まあ、ただちょっともう少しこういか、そうですね、全体糖分が気になる、でもチョコも食べたい。はい、カット。じゃあカットを一準備します。ちょっと楽にしてください。よーい、スタート。教えてチョコ先生。はい、カット。いいですね、続けていきます。今召し上がる。スタート。ラクトオリゴ糖なら腸内フローラを整えてお腹にもいいです。よーい、スタート。お腹にもいいです。でも食べてるし。はい、カット。いいですね、いい感じです。でも聞けます。よーい、スタート。はい、カット。最高です。いただきます。はい、よーい、またはい、カット。めちゃくちゃいいです。お願いします。どうもありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、石丸幹二です。今回はですね、自転車を漕ぐというね、その漕ぎながら食べたり漕ぎながら反応したりする面白いシチュエーションでした。漕いでるうちにだんだん気持ちが盛り上がってきまして、規制を発したりもしました。楽しかったです。そうですね、この年齢になってこういう服の色はあんまり着ないんですけども、まあ、舞台では着ることもありますが、今回はね、まるで舞台のようにセットがピンクです。ここに来たらこれしかないでしょ。楽しく着させてもらいました。美味しくいただくことが私のね、こう、まあ、なんか人生の中で大事な一つの行為なんですけども、ながら食いをしちゃうんですよ。これはちょっと減らしたいですね。やっぱりそのものを味わって食べる、こういうふうに生きてみたいです。いただきます。うん、すごくまろやかです。で、しっかり甘いだけど甘すぎない、何度でも食べたくなる。それがこちらの50。じゃあもう一つの方いただきます。うん、いや、これはですね、あの砂糖を全量オリゴ糖に置き換えている、そういう商品なんですよね。ですから何ですか、食べた後の感じもまた先ほどのとは一歩違う。で、これはまたすっきり味わえますね。僕はこっちも好きですね。今回ですね、あの明治オリゴ糖ミルクチョコレートの CM になんとチョコ先生として出演させていただきました。チョコ先生はね、皆さんご存知の通り、もうちょっと茶色系のスーツだったと思います。そしてそこでもうーんとか言ってましたけれども、同じようなキャラクターで今回こちらに参りました。いやー、チョコの味もね、いろいろありまして、苦いの大好きな人もいますけれども、私はこの甘いのも大好きです。もうちょっと甘いの食べたかったななんて思ってた方は、ぜひこちらを召し上がってください。同じような気持ちでポリポリっと食べられるんじゃないかな、そんな風に思っています。私これ大好きです。皆さんも待っててください。